こんにちは、ゆはなつきです。はい、今日は先日かりんちゃんとなおちゃんとパリに行ったんですけど、その時の購入品を紹介していきたいと思います。それでは始めます。はい、まず1点目はじゃじゃん、こちらのアクネのバッグです。めちゃめちゃ可愛くないですか、キラキラーン今回のパリの旅行で私カバンを一つ買おうかなと思っていろいろ探してたんですけど、なかなか一目惚れするものに出会えず、もう帰ろうかなって感じでもうデパートを出ようとしてた時に、最後パパパーって見て帰ろうと思ったら、もうこれが一番前に飾られてて、私茶色のバッグ、ブラウンのバッグを持ってなかったんですよ。え、これ可愛いと思ってもう一目惚れで購入しました。可愛いですよね。金のロゴがこんな感じで入ってて、ブラウンもなんて言ったらいいんだろう、ヴィンテージっぽい感じのブラウンになってます。金のこのロゴが入っていて、なんて言ったらいいんだろう、ブラウンもなんかこうちょっとね、ヴィンテージっぽい感じのブラウンになってます。これはね、定番の形なんですけど、これだけ確かお値段がちょっと高かったかな、限定というか、なんか定番のカラーじゃないみたいで、普通のあの他のカラーに比べたらちょっとお値段したんですけど、もうこれは本当に買ってよかったなと思います。私カバンがやっぱり肩掛けのものが一番使うので、この肩紐が取り外しできるバッグなので、これだけでも使えるし肩掛けでも使えるっていう万能アイテムです。このね、肩紐も3段階かな、この肩紐の部分も2段階で調節できるので、すごく使いやすいなと思います。この太めのベルトもカジュアルなお洋服とかともすごく相性がいいんじゃないかなと思います。しかもね、この小さめに見えるんですけど意外と大容量で、ペットボトルとかも余裕で入っちゃうかなと思います。私このくらいのサイズのカバンが一番使うので、もう本当にこれは買ってよかったです。しかもこんな感じに中に小さいあのジップの仕切りというかポーチみたいなのがついてるので、小物もたくさん入れられるかなと思います。はい、大切に使いたいと思います。はい、そしたら2点目はボッテガで購入しました。ちょっとね、あのキャリーに入れてたので袋が全部ボロボロなんですよ。はい、ちょっと出します。はい、2点目ですね。2点目はボッテガで購入したサングラスです。じゃじゃーん、かわいい。はい、こんな感じです。実はこれ私用ではなくて夫へのお土産というかプレゼントなんですけど、前一緒にパリに行った時にこれを試着してすごい顔の形に合ってたみたいで、うわ買おうかな、でもサングラス最近買ったばっかだしなみたいな感じで悩んでて、で結局買わずに家に帰ってきたんですけど、その後もちょっとわあれ良かったなやっぱりって言ってたので、それを覚えてて、それをあのお店の人に聞いたらまだあったので今回購入してきました。あの画像ではメンズのモデルさんが使ってたので多分メンズ用だと思うんですけど、たまに借りようかな。はい、というわけでお土産でした。こっちはかなり日差しが強くて、もう車に乗ってる時とかもう目がやられそうになっちゃうぐらい日差しが強いので、もうこういうねサングラスとかは日常的に使えるものなので、はい、これから使ってもらおうと思います。はい、はい、というわけで3点目はじゃじゃーん、メゾンキツネで購入してきました。初めてメゾンキツネでお買い物しました。こちらの T シャツです。かわいい。なんかあのメゾンキツネのパリのお店がフォックスデーみたいな感じで、なんか定番の商品がいつもより 20% かな、 20% ぐらいお安く買えるっていうのをやってたので、これ2枚で2万5000円ぐらいだったかな、確か。日本で買うよりもおそらくパリで買った方が少し安いんですけど、それに加えて割引が効いてたのでかなりお安く買いました。はい、シンプルな白 T にキツネの刺繍ワッペンが入った T シャツです。私はこれメンズ用を買ったんですけど、はい、S サイズですね。ジャストサイズよりちょっと大きいぐらいかな。何サイズだ ?XS だ。XS でちょっと大きいぐらいなんですけど、でも全然着れるかなと思います。かわいい。こういうシンプルな白 T はすごく長く使えると思うので、これからたくさん着ていこうと思います。ちなみにこれも夫へのプレゼントで XL を購入してきました。同じ色違いでもないも全く同じ T シャツのサイズ違いで購入してきました。はい、これからたくさん着ようと思います。はい、そしたら次のアイテムです。次のアイテムはクロエで購入してきました。すごいね、多分今日の中で一番大きい袋
じゃじゃーん、おいしょ。なんと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 靴です。じゃじゃーん、ちょっとこれ入りっぱだった。はい、こんな感じのレインブーツです。はい、クロエってしっかり入ってる。ここもね、リボンがついててクロエって書いてあります。すごい可愛くないですか、このね、ちょっとっていうか、しっかりめに厚底な感じも、あの試着したんですけど、かなりスタイルも盛れるのでお気に入りです。このね、なんかデザインもすごく可愛い。ヨーロッパは本当に冬の時期、雨がもうほぼほぼ毎日のように降るんですよ。なのでカリンちゃんたちが来てる間も半分ぐらい雨だったんじゃないかな。もう本当に雨が降るので、スニーカーとかを履いてると白いスニーカーとかがどんどん汚れていっちゃうので、ずっとレインブーツが一足欲しいなって思ってたので今回購入してきました。本当に可愛い、めちゃめちゃ履きやすいし、黒なのでどんな服にも合わせやすいし、カジュアルにも綺麗めにも合わせやすい感じかなと思います。こっちかな、はい、サイズは私で37です。24.5 かな、普段は 24.5 を履いてるんですけど、今回は37を購入してきました。結構サイズが変わるので試着はした方がいいかなと思います。結構ぴったりめで今回選んできました。もう一個上にすると、私いつも38なんですよ、スニーカーとかは38なんですけど、38だとちょっとかかとが浮く感じがあって靴ずれしそうだったので、靴下を、厚手の靴下を履いてジャストサイズのものを選んできました。もうね、本当に雨が降るのでもう今日から使いたいと思います。嬉しい。もうね、こっちに来てからどんどん手持ちの靴が汚れていっちゃうので、これはね、もうこれから一番使える靴になるんじゃないかなと思います。はい、最後のアイテムです。最後のアイテムはパリの購入品ではないんですけど、今回のパリ旅行で使いたくて事前にフランスからお取り寄せして購入したアイテムです。でもパリにもあの店舗があるので、一応おまけというか、一応パリ購入品ということで紹介します。アレクサンドル・ドゥ・パリというブランドで購入しました。じゃーん、確か銀座6、日本だったら銀座6とかに入ってるのかな。最近よく見るアクセサリーブランドです。ちなみにこのカチューシャもそうなんですけど、はい、ここにロゴが入っていてすごく可愛いです。はい、で細いベレワのシンプルなカチューシャなんですけど、私あんまり細いカチューシャを持ってなかったので、本当にこれもパリでつけてたんですけど、すごく可愛くて使えます。結構私太めのカチューシャが多かったんですけど、細めのカチューシャもね、大人っぽくて可愛いなと思います。というわけで紹介していきます。これと他によく最近使ってるのが、じゃじゃん、こちらです。なんて言ったらいいんだろう、クリップかな。ちょっとこんな感じで周りにパールがついていて、あとロゴも入っている小さめのクリップです。これはちょっとハーフアップっぽくして、ちょっと今雑にやるんですけど、こんな感じでハーフアップっぽくして、はい、今ちょっと適当なんですけど、こんな感じでハーフアップっぽくして止めても可愛いし、ご飯の時とかにまとめてこうねじねじっとして止めるのにもおすすめです。ちょっと小さめなので、あの髪長い方はもう少し大きめがおすすめかなと思います。はい、次、はい、そしたら次も同じ形のクリップです。ブラウンを購入しました。私あんまりブラウンのヘアアクセサリーを持ってないので、今回ちょっと購入してみたんですけど、これもさっきと同じ感じで使えるし、こうねじってまとめたりするとき、例えばなんだろう、今日はもう髪の毛何もしないって日とかにねじって、もうこれだけで終わらせるみたいな、こんな感じで。結構こっちの人はなんかもうこういうのでパッて止めてる人が多くて、可愛いなと思って買いました。すごく使いやすいです。これくらいのサイズだったらロングの方もいけそうな気がする。さっきのに比べるとかなり大きめです。はい、もうね、ミニミニピンとかもあったので、サイズはねかなりいろいろありました。はい、そしたら次、はい、次はこちらのヘアピンです。ちょっとリボンがねじれたみたいな感じのデザインなんですけど、真ん中にパールがついてて、ここにもロゴがついてます。はい、私黒髪の時にあんまり黒のアクセサリーが使ってもなんか目立たないというか、あんまり映えなかったので、ブリーチしてからちょこちょこ買ってるんですけど、はい、こんな感じです。可愛くなりすぎずシンプルなデザインなので、すごく使いやすいかなと思います。可愛い、
はい、そしたら最後はこちらのシンプルなヘアゴムです。ちょっとね、お花柄で可愛いですよね。これはもう腕につけといてご飯の時とかにパッとまとめるように買いました。可愛い、まあ、これも真ん中にロゴが入ってます。これは黒かな、黒のシンプルなヘアゴムです。はい、というわけで最近大量にヘアアクセサリーを購入しました。こっちに来てからなかなかいいヘアアクセサリーブランドに出会えなかったので、ちょっとお取り寄せにはなっちゃったんですけど、3日ぐらいで届いたので、これからもちょっといろいろチェックしてみようかなと思います。はい、というわけでパリ購入品でした。いかがでしたでしょうか。ちょっとこんなにね、いろんなブランドを一気に買うみたいのはなかなかないので、すごく楽しかったです。またできたらなと思います。またね、かりんちゃんとかなおちゃんとかとも旅行に行きたいです。はい、行きましょう。はい、というわけで見てくださってありがとうございました。バイバイ。